よーわっさー始まったラスビ TV。 3月の11日の本日でございます。本日はですね、私ラスビ確定申告に行っていまして、今日はガイドではないんですけど、ちょっと確定申告が終わってから練習に出ております。また明日からラスビガイドなので、ゲストさんのために練習しています。はい。昨日がね、確か、朝が3ミリぐらいの大雨 で今日は今夕方なんですけど、日中はかなり爆風だった感じで、すごい濁っております。めちゃめちゃ濁ってる。えぐいて、めちゃくちゃ濁ってるんです。まあ主に西岸もちょっと濁ってたんですけど、東岸が濁りがひどいですね。で風もまだちょっと吹き残りがあるっていう感じなんですけど、ちょっとだけ練習やってみましょうか。よし、はい。で使うのはちょっとこれ使うかな。たい焼きくん、ハイドアップから出るハイドアップスタッフのダイナマイト野村さん監修の、はい、通称仮称たい焼きくんでございます。でこのルアー結構面白くて特殊なんです。すごく何が特殊かと言いますと、まずですね、アイが2つあります。今こうバイブレーションタイプ、このバイブレーションモードにしてて、でもう1つアイがあるんですけど、こっちミノータイプにもできます。アイが2つある。そしてあれ映らん、映ってるのか。で、クイックチェンジャーをつける、クイックチェンジャーをつけるアイも装着しております。でまあバイブレーションモード、ミノーモード、そしてクイックチェンジャーの重さによってレンジを変えるっていう、まあ一つで何でもできるっていうダイナマイト野村さん監修の、ルアーなんですけど、バスにも使えるし他の魚種にも使えるっていう、本当に一つで何でも、どんな魚でもっていうのが結構狙いなルアーです。でちょっと水が濁ってるんで、バイブレーションモードにして、まあ、バーッとサーチしていこうかなと思ってます。でたい焼きくんなんですけど、使ってるタックルがハイドアップの青マッカ 71H でやってます。ヘビークラスのロッドですね。あれ結構ウィード引っかかるの、いきなり。リールは僕はシマノのカシータス、安くて円筒が効くロッドです。あ、リールです。でフロロカーボンの16ポンド、まあ、普通のヘビータックルで、釣りをしてますね。でそれでたい焼きくんはちょうどいいかなって、かなりでかいので。たい焼きくんはビッグベイトにも言えることなんですけど、これで釣れたら最高に楽しいっていう、これで釣れたら嬉しいなっていう夢の詰まったルアーですね。で実際野村さんがめちゃめちゃ釣ってて、これで、で今日もなんかミックバスクラブの桟橋で60を釣ったとか釣ってないとか、まあ釣ってたんですけど、それもたい焼きくんで、わすげえポテンシャルやなって思います。で冬の間からもうこのたい焼きくんは釣れておりまして、今年2020年の冬の琵琶湖で釣れる、まあ、ルアーって僕の中で結構本物だと思ってるんですけど、まあだからこのルアー本物なんですね。さすがマニアックに釣りを極めて突き詰めてきた野村先輩のルアーでございます。濁っているのでバイブレーションモードで、青マッカ 71H カシータス HG、 そして16ポンドフロロカーボンで、やってるエリアが今、まあ、やってるっていうか結構今日練習なんでいろいろ回ってるんですけど、このカラスマ半島の南エリア、南湖、何個で、卸もない子の水門の前ぐらいですね。ここにちょっとカナダモが生えてるので、それを狙ってます。たい焼きくんめちゃくちゃ重いので、ヘビーロッドでバディアンとかなり飛びます。今向かい風で投げてるんですけど、まあ、全然風の抵抗も結構受けにくいルアーなので、ジョイントとかもついてなくて、バディアンと飛んでくれる
使いやすいわけ。もうちょっとベイトが映ってるな。連れてくれねえかな。だいたい水深は 2.5 メーター、2メーターぐらいなんですけど、それに、クイックチェンジャー 5g をつけたバイブレーションモードで、まあ、普通のスピードで巻いてこれる、気持ちよく巻いてこれるって感じです。あ、もともとこれクイックチェンジャーつけてなかったらフローティングモデルなんですよ。まあこうやって練習の時にエレキ踏みながらバーってこうやって巻いてサーチできるんで、僕は結構巻き物を使うことが多いんですけど、タイエフ君ルアーがでかいからよりバスのアピール度も高いし、よりサーチ力も増えて、まあたまに琵琶湖来られる方とかおすすめなんじゃないかなと思います。で、一つのルアーでやっぱり全部サーチできていろんなレンジ探れるから、もう結構僕の中で おすすめです。まあ、ハイドアップから出る通称仮称たい焼きくん、いつ発売するのかちょっとわからないですけど、お楽しみにしてください。まあ僕はちょっと今から練習続けます。まあこんな感じで、ナスビ TV ディアコの情報から、まあ何かしらのお役に立てる情報を発信できたらなと思いますので、まあ、まだまだいろいろ試してる、まあ試行錯誤してちょっと面白くなるように頑張りますので、皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。一旦切ります。ナスビ TV でした。